どうぞお手柔らかに。コウソンリ VS コウソンリ、勝者コウソンリ。これ以上は怪我じゃ済みませんよ。勝者コウソンリ。今日の舞はここまで。続きはまた今度。勝者コウソンリ。リの仕事はここまでですね。それではさようなら。勝者コウソンリ。ハオシェンや完勝。勝者マジキナミナ。ごめん、ね、負けられないの。みんな引き分け。ごめんね、どうしよう。みんなあなたはナコルルさん。この世界で会うなんてわけは話せませんが、ここで眠っててもらいます。あなたは一体。いえ、この先は危険なところです。見逃すわけにはいきません。辛い、苦しい、憎い、何もかも滅べる。おお、できることなら戦わずにあなたを救いたい。でもそうもいかないんだよね。リ、頑張るから。さあ踊りましょう。気に入っていただけましたか？どうかしら。リの舞楽しんでください。堪能してもらえましたか？ああ、もう。時は天明7年。先の日のあの国での大乱と時を同じくして、老中田沼意次が失脚。新たに老中の任に就いた松平定信により、寛政の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪鬼ともいえる暗雲は今や日の本全土を覆腕としていた。とある土地にコウソンリという舞姫がいた。明るく綺麗な彼女の舞に心動かされぬ者はおらず、怯える者は勇気を、辛い者は強さを、悲しむ者は希望を受け取った。そして彼女には舞姫とは異なる裏の顔があった。悪行を働く貴族の罪を暴き、悪を打つ、それが彼女の真の仕事である。コウソンリは人々の幸福を願い、こたびもまた新たな任務へと赴く。まばゆい光の中、コウソンリの耳元で「ありがとう」とささやく声が響く。まぶたを上げた彼女の眼前に飛び込んだのは、荘厳で美しく咲き誇る桜の姿だった。吹雪く桜とともに舞姫は優美に踊る。ひらりひらりと宙に舞う桜は、まるで怨念から解放された静か御前の喜びを表すかのようであった。不幸に脅かされる人々を守り、幸福を与えるためにコウソンリは戦う。だが世界に不幸をもたらした静か御前もまた、己の幸福を探す哀れなさまよい人に過ぎない。悪人の罪を暴き、その報いを与えてきたコウソンリ。しかし静御前は今までの悪人と同じとは思えなかった。彼女のような人が二度とこの世に現れてはならない。決意を新たにコウソンリは帰路へとつくのであった。苦難を伴った旅路を終え任務を果たした公孫離は慣れ親しんだ日常へと戻っていく。表では優美な舞で人々に幸福を与え、裏では悪人の罪を暴いて婿の民を守る。輝く正義の心を胸の内に秘め、彼女は今宵もまた秘密の任務のために暗躍する。そのまぶたの裏には異国の地で見た満開の桜と光の中で微笑む女性の姿があった。不幸な人を放ってはおけないの。ほら、みんなには笑っていてほしいから。